公共曲第2番はウォルター・ピストンが1943年に作曲した公共曲演奏時間は約26分。1943年にコロンビア大学のアリス・ディットソン基金の移植により作曲されたもので翌1944年3月5日にハンス・キンドラー式ワシントン・ナショナル公共楽団により上演された。 その後1945年3月12日にニューヨークで開催されたコロンビア大学主催による第1回アメリカ音楽年間祝典にてハワード・ハンソン式 NBC 公共楽団により同地初演が行われ後日行われたゲンナジー・ロジェスト・ベンスキー式ニューヨーク・フィルハーモニックによる演奏ではニューヨーク音楽批評家賞を受賞したバージル・トムソンは 完全無欠な出来栄えと評する一方、充実度が希薄と否定的な意見も述べている。ピッコロ、フルート2、オーボエ2、オーボエ2、ファゴット3、イングリッシュホルン、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、チェレスタ、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、打楽器、言語部全楽章を通して用いられるビオラと、 チェロによるパッサカリア風の旋律で開始された後、バスクラリネット、ファゴット、コントラバスによる旋律が提示される。やがて加工学区と上昇学区で構成された計画により、第二主題への橋渡しがなされ、直後に木簡と打楽器を伴い、応募へが愛らしい主題を奏する。この主題は、発展、前奏による反復を経て、展開部に移行する。 やがてトランペットによる第二主題が奏された後、チェロとコントラバスが第一主題をワン歌的に響かせる。コーダではこの主題が金管楽器によるカノンに再利用され、バスクラリネットとチェロの旋律で曲を閉じる。ファゴットによる旋律と、それを包含するクラリネットによるアメリカ民謡風の旋律で構成されている。二回目のクライマックスでは木管とバイオリンを伴い、 チェロとコントラバスがアメリカ民謡風の主題を発展させ不協和音的なクライマックスを形成する。バイオリンの反復音を伴いチェロとホルンに北欧的な主題が現れる。その後反復を経てクラリネットとファゴットが更新曲風の第二主題を奏する。やがて木簡の分散和音がビオラによる第一主題回帰まで絡まれ続ける。その後語源の加工音で 再現部が締めくくられ、イングリッシュホルンとクラリネットが歌謡的な主題を提示する。やがてバイオリンの上昇音を伴い、トランペットが第一主題を再現する。しばらくして金管楽器が不協和音を奏し、直後に第一主題が再現される。コーナーでは第一主題が完全五度の形で現れ、幕を閉じる。ありがとうございます。